皆さん、こんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回は、膵臓がんの肝臓への転移、切除による長期生存例というお話です。膵臓がんはですね、非常に予後が悪いがんであるということで知られています。で、その最大の原因はですね、やはり他の臓器へ転移しやすいということですね。特にその肝臓への転移はですね、比較的多く見られますし、進行するとですね、肝不全になったり、あるいは黄疸を伴って命を脅かす事態に陥ってしまうことになります。膵臓がんがですね、診断されたときにすでに肝臓に転移していることもありますし、またですね、膵臓がんを切除して、その後にですね、肝臓に新たに転移が発見される場合もあります。でですね、前者のことを同時性の転移、そして後者を異次性転移と呼んでいます。で、一般的にはですね、このいずれの場合でもですね、肝臓の転移があれば、全身療法、つまり抗がん剤治療を選択することになります。患者さんの中にはですね、肝臓の転移も切除できないのかと、そういった疑問があると思います。で、実際にですね、肝臓の転移に対しても、切除する試みが昔からですね、行われてきまして、そのですね、成績も報告されていますけれども、たとえですね、切除したとしても生存期間が延長しないという結果がほとんどでした。で、膵臓がんのですね、ガイドラインにも、その他の転移括弧肝臓などに対する外科的切除は行わないことを提案するという記載があって、肝臓への転移をですね、積極的に切除することは進めていません。しかしながらですね、実際にはですね、特に異次性転移の場合ですね、時間が経ってから肝臓へ転移した場合には、これ切除する施設もありますし、中にはですね、長期生存例も報告されています。今回はですね、このような膵臓がんの肝転移に対する切除後の長期生存例を紹介します。これはですね、日本北九州市の私立医療センターという病院からの報告です。患者さんはですね、69歳の男性で、膵臓がんの診断にて膵頭十二指腸切除術を受けました。術前の検査では、他の臓器への転移は、認められませんでした。そして、切除した標本の顕微鏡の検査で、リンパ節への転移が確認されました。というわけで、ステージが 2B というふうに診断されています。術後は1年間、ゲムシタビンによる、補助化学療法を行いましたと。そして、その後ですね、しばらく、再発なく、5年以上にわたって経過良好だったわけですけれども、術後ですね、8年目の検査で腫瘍マーカーである CA19 の9が上昇して、 CT などの画像検査で肝臓にですね、10ミリ台、1センチ台の腫瘤を認めたということです。ペット検査でも、この腫瘤は陽性であったために、膵臓がんの肝転移と診断されました。転移がですね、肝臓に限局していたこと、そしてですね、最初の手術から非常に時間が経ってから出現したことを考えて、切除する方針としました。で、腹腔鏡を使った手術で肝臓の切除を行いました。切除したですね、組織を顕微鏡で検査して、やはり、膵臓がんの肝臓への転移であることが確認されました。この術後にですね、S1、TS1 による補助療法を追加して行いました。肝切除後ですね、3年、すなわちですね、最初の膵臓の切除からは11年、再発なく経過しているということです。こういったですね、症例を経験するとですね、膵臓がんの肝臓転移の中にも、以前ですね、動画で、紹介した少数転移、オリゴメタがあるということが示唆されます。
特にですね、今回の症例のように、最初の膵臓がんの術後ですね、非常に時間が経ってから転移が出現する場合には、切除すると比較的成績が良いという報告が多くあります。したがってですね、膵臓がんの肝転移であっても、数が少数で、しかも初回の切除後にしばらく経ってから出現した場合には、切除によって長期生存が得られる可能性があるというふうに考えられます。ですので、膵臓がんが肝臓に転移したからといって、全くこれ希望がないわけではありません。ただですね、実際には症例数が少なく、このエビデンスのレベルとしては低いと言えます。今後ですね、より多くの症例を蓄積して、膵臓がんの肝転移に対する、手術のですね、効果を評価していただきたいというふうに思います。はい、このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題について分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいこと、取り上げてほしい話題などがありましたら、コメント欄の方で教えてください。またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについての様々な情報をお伝えしていきます。また、ブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。